こんにちは。今回は小さなシャッタースピードテスターを作ってみたいと思います。フィルムカメラの機械式シャッターはシャッター速度が狂いがちです。シャッタースピードテスターを使ってカメラのシャッターが正しい速度で動いているのかテストすることができます。それでは作りましょう。用意するもの、シードゥイーのシャオ、Android 互換のマイクロコントローラーです。これにセンサーをつないで C++ で制御することができます。ブレッドボード、この上にシャッタースピードテスターを実装します。128×64 I2C OLED ディスプレイ、オトトランジスター NJL7502L、抵抗10キロオーム、ジャンパーワイヤー、ブレッドボード用の単線のもの。部品はこれだけです。ブレッドボードの配線はこんな感じです。回路図はこんな感じです。組み立てましょう。まずはブレッドボードに配線します。ジャンパー線をブレッドボードに挿していきます。ジャンパー線はこんな感じです。次にシードゥイーのシャオをこんな感じで刺します。OLED ディスプレイをこんな感じで挿します。10キロオームの抵抗を挿します。最後にフォトトランジスタをこんな感じで挿します。フォトトランジスタは極性があるので間違えないように。これで回路は組み上がりました。次はソフトウェアの準備。Mac もしくは PC で Arduino のウェブページを開いて Arduino IDE をダウンロードします。 Arduino IDE を起動します。 Preferences のダイアログを開きます。ここに Cduino シャオのボードの URL を入力します。Cduino シャオのボードの URL は Cduino シャオのウィキページにあります。ボードマネージャーを開きます。シャオをサーチします。 CdsummedBoards のインストールボタンを押します。インストールには何分かかかります。クローズを押します。シードゥイーノシャオを Mac につなぎます。
ボードはシードインの社を選びます。ポートはシードインの社をと認識されているものを選びます。ブラウザを開いて github.com からヒロシューツフィルムシャッタースピードテスターのページを開き、コードを押してダウンロード ZIP を押します。アデュイの ID に戻ります。ダウンロードしたソースコードからシャッタースピードテスター .ino を開きます。今回はシードインのシャオなのでレシーバーピンの A6 を A10 に書き換えます。ライブラリーのインストールをします。SSD1306 を検索します。 Adafruit SSD1306 をインストールします。ツールバーの左から2番目のボタンを押します。これでプログラムがコンパイルされてシードインのシャオにインストールされます。プログラムの転送終了。シャッタースピードテスターが動き出しました。マックは外しちゃいましょう。USB-C の電源ケーブルをつなぎます。フラッシュライトを使ってテストしてみましょう。一瞬だけフラッシュライトを当てると光が当たった時間を表示します。どうやらうまく動いているようです。こんな感じでカメラの後ろから光を当ててシャッターを切ります。1秒でシャッターを切ると実際のシャッター速度は 1.31 分の1秒でした。シャッタースピードテスターと表示されたらまた測定可能です。500分の1秒でもテストしてみましょう。お、500分の1秒という結果でした。バッチリ正しい速度が出ました。ということで、シャッタースピードテスターを作ってみました。簡単に作れるのでおすすめです。